ばんは、江本です。市川はね、前にもね来たことあるんですよ、確か、30前ぐらい、20何歳だろう、多分25年とか30年ぐらい前じゃないかなと思うんですけど、だその時にね、その頃も立ち食いそば好きだったんですよ。で、ここの店はね、確かに、ね、来たことがある。今日行ってみて、あそこだって分かったんですよ。文殊そばっていうお店なんですけど、最初食べたのは浅草橋に立ち食いそば屋があって、これで食べるかっつったら、そしたら柳楽健一さんが、立ち食いそばの名店百景みたいので、ポンってシール貼ったって、柳楽さんが言われてるぐらいだから結構美味しいんだろうなと思って食べたらやたらと美味しいんですよ。それから、浅草に行った時、浅草に行った地下鉄降りて、こう上がっていく横のとこにあるんですよ、また。ここ文殊そばなんだと。そこで食べたらやっぱ美味しい。で、成町に仕事に行った時、そこにもあったんですよ、駅の改札の中に。やっぱ文殊そばって美味しいなと思って。すいません。で、今日も、ちょっと調べてたんですよ、昨日とか。あれ、市川に文殊そばあるんだなと思って。で、行ったら前に来た店だったんですけどね。最初に食べたのはね、おろしそば。大根おろしとそばで。その頃からやっぱりさっぱりすぎだったんですね。でも大根おろしが辛いのなのって、この辛さがいいんだよ。もうすごく美味しかったの覚えてるんですよ。それからそこにいる間、そのから一週間ぐらいいると、次の場所、一週間ぐらいだと次の場所で、ずっと長居はしなかったから、今みたいに1ヶ月とか、一週間ずっと食べた思い出はあるんですよ。久しぶりに食べて嬉しかったですね。久しぶりに行ったら、たまたまあの店だったっていうのその話です。小さいエスカレーターを上がって右側に行く店、何回かちょっと出してるけど、
いつ行っても閉まってたじゃないですか。なんか今日ちょっと目にしたんだけど、どうもこの前の12月31日で閉店になっちゃってるみたいなんですよ、うん、でまあね、まあ、今日発見したこの店があるから。で最初に行ったお店はほら関西風の汁、うん、あれはあれで美味しいんですよ。で長男もバリバリの関東の汁ですよ。だバリエーションつけられるからね、うん、明日どっち行くかってやっぱ今日ちょっと感動しちゃったからな、うん、今日のもんじゅそばに行きそうな気もするし、かというとなんか松屋でなんか朝の定食食ってるような気もするんですよ。